視聴者の皆様、こんにちは。今回は自分には才能があるのに、就職先がいつまで経っても決まらない、と嘆くイッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。皆さん、こんにちは。絶賛就活中のものです。全然決まらなくてもう辛いんです。どうか私の愚痴を聞いてくれませんか？自分も就職氷河期の中の就活だったから苦労はわかるよ。全然決まらないと焦るよね。わかるわかる。ここにいる人たちは、就活経験者だから、相談するといいよ。ありがとうございます。本当にお願いします。一致の希望職種は？職種にこだわりはありません。ただ私は学生の時にずっと努力をしてきて、努力が評価される環境だったので、社会に出ても自分のことを評価してくれる環境を求めています。本当に私の希望はそれだけなんです。私にできる仕事であれば何でもやります。それなのに、どの会社を受けても落とされて、もう30社くらい受けました。同級生の中でまだ決まっていないの私だけで、本当に焦っています。私の何がいけないんでしょうか？確かに一致の何でもやりますって考え悪くないんだけど、逆にどうでもいいって捉える企業もあるかもね。確かに。面接の時にもうちょっと具体的に御社に入社したらしてこうしてって言ったら？そうだね。その方が企業もイメージしやすいと思うよ。あとは一致が高卒なのか大卒なのかによるね。なんだかんだ日本は学歴社会だから。それは大丈夫だと思います。私は国立大ですので。え？すご。国立大でも落とされるんだ。そうなんですよ。おかしいですよね。就職に有利だと思って国立大で頑張ったのにこのありさまです。面接会場にいた高卒の人が合格しているということも何度かありました。わかった。一致の選ぶ企業が中小企業とか？なるほどね。中小企業だと逆に国立大卒の人は取りづらいっていうのあるかもね。私が選ぶ企業は大企業です。皆さんもご存知の大手しかエントリーしていません。それでも落ちてしまうんです。在学中に内定もらえず、本当に叫びそうです。友達はどんどん社会に出て活躍しているというのに。私だけ置いてけぼり。最近、友人たちと会っても話が合わなくて辛いんです。私も早く彼女たちみたいに仕事の愚痴とか言いたいです。それはいろいろ問題だな。よし、こうしよう。今から俺たちが面接官だと思ってデモンストレーションをしよう。え？そんな急に言われても、どんな企業かもわからないですし。設定すればいいの？大手企業で、出版関係。これぐらいでいい？わかりました。つい先日も大手出版社の面接を受けたのでその時と同様にやりますね。オッケー。じゃあ始めるよ。まず自己紹介からお願いします。はい。一致と申します。チキチキ国立大学卒業しました。大学在学中はスポーツに打ち込みました。特技は早寝早起きです。大学在学中は何を専攻されていましたか？単位が取りやすい科目を受けていたのでこれと言ってありません。そうですか。スポーツに力を注いでいたということは、スポーツの分野に興味がおありですか？我が社は、様々な分野を受け持っておりまして、スポーツを習熟している一致さんでしたらスポーツ史に興味はおありですか？スポーツといっても、水泳しかしてこなかったので、それ以外のスポーツには興味ございません。どの部署に配属されても構いません。部長職でしたら、あと、一言よろしいですか？はい、どうぞ。もうお分かりかと思いますが、もう紙媒体はオワコンです。今はネットで何でも情報を得られる時代です。この会社も紙媒体が主流のようですが、その辺を考えた方がいいですよ。ま、無理かもしれませんね。だって御社の社長は三流大学の出身の方のようですから。ですが、この国立大学の私が入社した際は国立大学卒業のこの私がこの会社を変えますので、本日はありがとうございました。って感じです。なるほど。これは落ちるな。その場で落としたいな。不採用の通知を送るのも嫌だ。え？なんでダメなんですか？完璧じゃないですか。本当にわからない？じゃあ解説してあげよう。大学で何を専攻していたって聞かれてあの答えはないわ。だって嘘つきたくないですもん。本当のことですから。とにかく大学在学中はスポーツに打ち込んでいたので、講義とかは適当に受けていました。単位さえもらえて卒業できればこっちのもんです。気持ちはわかるけどさ。嘘も方便って言うでしょ？そうそう。最初から最後まで嘘つけとは言わない。でも馬鹿正直に答えると仕事決まらないよ。出版社に入りたいんだったら、
ちょっとでも文系を受講していたら、それを掘り下げるとかさ。出版会社だったらいくらでも言いようがあるよね。外国語系を受講していたら外国の文化に興味が湧きましたとか。だから、私、嘘をつきたくないんです。これからずっと働くかもしれない会社に嘘ついてどうするんですか。自然体で入りたいんです。まあ、会社によっては偏りのない一致みたいな人でもありかもな。で、なんで部長職なの？それな、新卒でいきなり役職なんてないから。だって、私、国立大卒ですよ。それぐらいが妥当だと思いませんか？ま、私レベルだと役員になってもおかしくなんですが、少し謙虚に部長職にしました。それでも控えてたんだ。あのね、一致、社会はそんなに甘くないんだよ。国立大学卒業しただけでいきなり部長職は無理だ。学歴で評価するとしたらせいぜい本社勤務とか総合職とかだよ。そんなご冗談を、何のために4年間耐えてきたと思うんですか。国立大学に入った意味がないでしょ。在学中に資格取ったり、論文出したりしなかったの？確かにそうだね。国立大学に入ったってことは頭はいいんだし、それなりの資格とか取れたでしょ？資格も取りませんでしたし、論文も出していません。レポートを提出する講義はいくつかありましたが、毎回友人のを写させてもらっていたんで、資格も取得しませんでした。最後に取得したのが、高校最後の春休みに合宿で取った運転免許です。でもペーパードライバーですけどね。ふふふ、その前は、中2で取った英検3級ですね。英検3級は履歴書には書けないな。みんな、ストップストップ。それ以前の問題。一致、面接官と会社に喧嘩売ってるから。あ、そうだった。もうそれでパーだわ。え？私喧嘩なんて売ってませんけど？会社に対してダメ出ししてたじゃん。紙媒体はオワコンって言ってなかった？ああ、そのことですか。ただ助言をしただけですよ。一消費者の意見は大事にした方がいいでしょ？面接官は一言も何か御社について変えるべき点ありますか？みたいなこと言ってないし。勝手に一致が話し出したと思ったら、ディスりまくっててビビった。あそこまで言われたら、じゃあ結構ですって普通はなるな。でも、ほら、今のはデモンストレーションでしょ？まさか一致、本番でこんなこと言ってないよね？言ってますよ。今回はかなりオブラードにしましたけど。何か問題ですか？そりゃ落とされるよ。これで落とさない企業とかあるの？もし私が面接官だったら、私のような意見はありがたく聞き入れますけどね。だって、国立大卒の優秀な私の意見ですよ。面接の前に、一般常識の筆記試験とかあると思うけど、それが高得点だったらある程度有利だと思うんだけどね。筆記テストはどうだったの？筆記テスト、ああ、なんかありましたね。ほとんど空欄で出しましたけど。私、テストとか嫌いなんですよね。実技で勝負したいんで。は？何それ？意味わからない。つまり、整理すると、企業側としてはまずは書類選考で一致を取る。だって国立大卒だからな。それで筆記試験を受けてもらう。でも点数が最悪。採用担当者としては、筆記試験がダメでも国立大卒だから何か秀でたものがあるかも。とワンチャン狙って面接。で、面接でディスられる。そりゃ落とされるわけだ。筆記試験なんて、実務では何の役に立たないですよね。履歴書に国立大卒って書いてあるんだから一発合格以外ありませんよね。国立大卒でもハーバード大卒でも、人柄よ。一番大事なのが人柄。一致の性格直さないとどこからも雇ってもらえないよ。でもなんで一般常識の筆記テストできないの？国立大には入れたんでしょ？余裕で解けないの？だって、私、スポーツ推薦で入ったので勉強は全くできないんです。なるほどね、スポーツ推薦だったか。何のスポーツしてたの？水泳です。結構いい成績残していたんですよ。私。その水泳を極めて、就職しないでプロの選手でも目指したら？それはいい考えだね。栄養もしなくていいし、ただ泳いで成績を残せばお金もらえるよ。大手の企業なら、社会人チームとかありそうだし、サポーターになってくれるんじゃない？ああ、私、そこまで水泳に愛着ないんで、小さい頃から親に健康になるために水泳を習わされていて、たまたま自分の性に合っていたから続けてこられたんですよね。すごいカロリー消耗するから、どんなに食べても太らないし、でずっと水泳を続けてきて、親に大学だけは出なさいって言われたんですよね。でも私勉強が嫌いで入試とか本当に無理で、高校もスポーツ推薦でした。
大学も水泳のおかげで試験なく入れたんですよね。国立大なんで、就職なんて準備しなくても引く手あまただと思っていたんです。水泳も飽きてきたし、大手ならどこでもいいので就職したいんですよ。世の中を舐めきっているな。何度も言うがそんなに甘くないよ。自分が採用担当だったら、一致入れないで素直な高卒の子を入れるよ。え？頭大丈夫ですか？国立大の私じゃなくて、高卒の子ですか？ありえない。この世の中がおかしいんです。もうこの一致の凄まじくひねくれた性格は治らないと見た。激しく同意。大手企業は諦めろ。一致のような爆弾を雇うと、会社が大怪我する。大手ってそれだけ格式あるからな。一致の性格を生かすなら、自由なベンチャー企業とかどう？え？なんで国立大の私が先行き不安定なベンチャー企業なんですか？こんなの、宝の持ち腐れですよ。それ自分で言うと恥ずかしいやつ。一致みたいなのが入社したら大手では面倒見きれないよ。リスクを感じる。ベンチャー企業なんて成果を求められるじゃないですか。私は楽して給与もらいたいんです。国立大でずっと苦労して4年間過ごしてきたんだから当然の権利だと思います。部長になれば部下に仕事を押し付けて楽できるでしょ？だから部長のポジションは必須なんです。おいおい、どんだけの海藻花畑なのかな？世の中の部長はみんな苦労して部長になったんだぞ。部長たちに謝れ。まずは職業訓練からやれば？ハローワークに登録してさ。それか小学校の道徳からやり直しなよ。あの、盛り上がっているところ申し訳ないんですが、今から同窓会に行ってきてもいいですか？は？同窓会？はい、この後、高校の同窓会があるの忘れてました。できれば行きたくないんですけどね。でも、行かないと悪口言われそうだし。一致は一体どんな世界線にいたの？同窓会に出席しないと悪口って。仕方ないんです。優秀な人ほど叩かれるんです。それが国立大を出た宿命ってやつですね。また後で戻ってきますね。こうしてよくわからないまま、一致はこのスレを一旦抜けました。同窓会で、いいコネクションが見つかるといいですね。もうこの世の中はどうなっているの？不公平すぎる、意味がわからない。おかえり。同窓会どうだった？いい仕事紹介してもらえた？ってなんで怒ってるの？みんな、もう社会に出てバリバリに活躍してて完全に置いていかれました。部長になった人や、起業した人もいて、信じられないです。みんな三流大学とか中途半端な専門学校や短大を出ているのに、高卒だった人が今じゃ社長ですよ。こんなのあまりに不公平すぎます。やりきれなくて途中で帰ってきました。なるほどね。ま、そんなことだと思った。それにしても、一致の同級生が部長とか社長ってすごいね。みんなまだ23歳ぐらいでしょ。はい？ 23 歳？みんな27とか28ですけど。ちょっと待って、計算合わなくない？確認だけど、一致、大学在学中に内定もらえなくて、卒業して1年とかだよね？いいえ、そんなこと言いました？大学卒業したのは5年前です。え？マジか。まさか5年前に卒業してたとは思わなかった。自分も23歳くらいだと思ってた。なんというか考えが幼すぎるから、まさかのアラサー。一体、この5年間何してたの？だから就活ですよ。人の話聞いてます？それ以外の時間だよ。365日の5年間毎日就活してたの？あ、そういうことですか。家でゴロゴロしてましたけど、家事手伝いって感じです。家事手伝いって、お家の人で介護が必要だったとか？両親と暮らしていますが、二人とも元気でピンピンしてますよ。まだ現役で働いていますし。じゃあ、留守中の一致が家事を全部担当してるの？まさか、国立大を出ているエリートの私が家事をするわけないじゃないですか。母には何度か家事をしてって言われましたが、口論になると私が論破しちゃうので、最近じゃ家事をしろなんて言わないですね。介護でもしていたら、空白期間の理由付けになるのに。両親健在でピンピンしてたか。家事能力もゼロときた。最近では家事能力を評価してくれる企業もあるのにね。なんと贅沢で生産性のない5年間だこと。バイトとかしてないの？この5年間、家にお金入れているよね？アルバイトなんて国立大卒業の私がする仕事ではありません。国立大を出ているんだから、最初にもらう給与は超一流の大手企業でないと。それにバイトしてそのお金を家に入れる意味がわかりません。私はまだ社会人じゃありませんから。社会人になったらお金は入れますよ。それまでは親は子供を養育する義務があります。こんな子供マジでいらねえ。
まさかだと思うけど、人生で一度も働いたことないの？高校の時にアルバイトとか。ないですね。高校の時はずっと泳いでいたし、その時から目標は変わりませんから。マジか、アラサーで無職で職歴なしときたか。いくら国立大卒業でも厳しいな。せめてアルバイトしていた経験があれば少しは活かせたかもしれないのに。ただのスーパークソニートじゃねえか。学費親に返せ、もったいない。は？なんでそこまで言われなきゃいけないんですか？親はむしろ私に感謝するべきです。自分の子供が国立大を卒業しているんですから、誇りに思って当然でしょ。親ガチャならぬ子供ガチャ大失敗だな。一致の親。同情しか感じない。涙出てきた。一致の親は何も言わないの？それが、いい人いないの？って最近言われました。どういう意味でしょうか？それはだね、もう娘の就活は諦めているのさ。でも家から早く出て行ってほしくて婚活を進めているのさ。そうだね。もう就活は諦めて、婚活にしたら？昔で言う永久就職。は？無理ですよ。私は国立大を出ているんですよ。それで専用主婦とかもったいないでしょ。それに私の結婚相手はエリートサラリーマンとか社長と決まっているんで。それにはまず私が一流の企業に入社しないと出会いがないでしょ。だから何度も言いますが、私は一流の企業に入社したいんです。それに、専用主婦なんて絶対嫌です。バリキャリになって、旦那さんと対等でいたいんです。だって私は国立大卒だから。専用主婦に失礼だぞ、謝れ。両親は結婚でも何でもいいからいい加減、実家から出なさいって言い出すんですよ。自慢の国立大卒の娘にひどい仕打ちですよ。親御さんが気の毒だよ。口が裂けてもうちの娘は国立大出ているのにニートですって言えないよね。27にして無職で職歴なしってもう人生積んだな。もったいない大学生活4年間だったな。学費をちゃんと親に返しなよ。なんで私がそこまでしないといけないんですか？私だって好きで無職でいるわけじゃありません。この国がおかしいんです。国立大を出ている私がまだ無職で、私より底辺の同級生たちが社会で活躍しているなんておかしいです。このままじゃこの日本の将来が不安です。底辺の塊になってしまうと思いません。どうにかしないと。この国の企業で一致を雇う一流企業なんてどこにもないよ。人手不足の中小企業からスタートだね。そこで何年か実績を積んだら転職して大手に拾ってもらえるかもね。確かにそれが一番堅実かもね。中小企業は人手不足で大変だろうけど、一致は体力ありそうだし、大丈夫でしょ。一致の唯一の強みは水泳で鍛え上げた健康な体だからな。ちょっと、それはひどすぎると思います。私は国立大を出ているんです。この国の一流企業に入らないと割に合わないと思わないんですか？中小企業で何年実績を上げろと？ 1 年、2年、なんでそんな貴重な時間を中小企業で過ごさないといけないんですか？大事な5年間を自らドブに捨てておいて何言っているの？20代の貴重な5年間はもう戻ってこないぞ。もう国立大を出ていようが一致の場合、この5年間で全部水の泡になったからね。世間から見たら、高卒とレベルと市場価値が変わらないから。私が高卒と同じレベル？むしろ高卒の人たちの方が、若いし、素直だし、物覚え良さそうだね。絶対に嫌です。高卒のガキと一緒に面接なんて。でもそうですね、確かに年齢にはかなわないですね。そっか、5年って結構長いですよね。わかりました。今までは中途採用の枠で応募していましたが、これからはキャリア採用の枠にします。どうしてそうなる？どっから出てきたキャリア採用？職歴なしの一致のどこにキャリアがあるの？水泳を仕事にするのか？やっぱり、なんだかんだ言って、私は国立大卒業なので、それだけでキャリアがあると思うんですよね。そうですよね。新卒の人と混ざって面接していきなり部長職でって言ったら困っちゃいますよね。キャリア採用なら部長職のポストありそうだし。これからはそうします。言っておくけど、結果は変わらないぞ。書類選考も通らないな。あれもダメ、これもダメって何なんですか？もう日本では私の働ける場所がないんですね。なんだかそんな気がしてきました。もういいです。日本での就職はこっちから願い下げです。もう日本なんて沈んでしまえばいい。アメリカで頑張ります。アメリカ？まさかアメリカに進出する気？そうですね。もうこの日本では私の能力を買ってくれないとわかったので、生まれ育ったこの日本のために役に立ちたいと思ったけど、仕方がないですね。
日本が私を必要としてくれないようですので、申し訳ないですが、日本は捨てます。実力重視のアメリカで勝負します。また随分大きく出たな。まあ、向こうはいろんな人種がいるし、イッチよりひどい人いそうだしいいんじゃない?ところでイッチ、英語喋れたんだね。いいえ、全く喋れません。でもその辺は気合でなんとか。まあ、私は国立大を出ているんで大丈夫です。マジか、まあ、頑張ってくれ。ごめんな、日本がイッチを認めなくて。日本を代表して謝る。頑張れよー。スレミンは最後半ばバカにしてイッチを送り出しました。イッチは果たしてアメリカで成功を遂げることができるのでしょうか。またそのうち国立大を卒業したのに、アメリカで相手にされませんってスレが立ちそうですね。もしその時は皆さんにご紹介させていただきますね。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか?ぜひコメント欄で教えてください。